んばんは、元男の子の青木かのと。皆さんこんにちは、元から女子のキロキロもすみです。タイトル知ってますもんね。知ってますよ。何なんですかこのタイトルは一体。元男の子と元々女子の下半身を比較していきましょうという内容でございます。いやちょっと気になりますよね。まあ、そうですね、確かに。まあ、私は当事者だから、はい、まあ、分かってはいるつもりでいるので、こっち全然知らないのでちょっと比較したいなっていうか、どんな感じなんだろうみたいな。ちなみにですね、あの今回この質問を送ってくれた方が女性なんですよ。結構私がこう踏み込んだ系のトークする動画って女性がめっちゃ見てるんですよ。あ、そうなんですね。なんでですかね、やっぱ気になるんですか、ね、気になる。そんなテーマ自分と同じようでちょっと違うみたいな。変な話、そんな恥ずかしいことでもないっていうか。全然だってね、普通に気になるじゃないですか。世界丸見えみたいな。どういうこと？世界仰天ニュースじゃないですか。あ、いや、見たことありますけど。そんな感じですよ。珍百景見てるから。珍百景、あ、なるほど。まあ、なかなかいる人ではないので、はい、気になるではありますね。はい、ということで早速企画をしていきますか。動画最後までご視聴ください。今回そのいただいた質問で多かったのが感度についてなんですけども、はい、感度、はい、で感度っていろいろあるじゃないですか。 G 行為とか、まあ、そういったシチュエーションでの感度。ちょっと難しいなこれ。早速1つ目、元男の子の女性器と元々女性の女性器の感度の違い。元男の子は男性時代についていた股間の神経を再利用しているので、ほぼほぼ感度の感覚は男性的でもあるし女性的でもあるというのを事前に理解してもらった状態で見てもらえると、この後の会話内容が理解しやすいと思います。引き続き動画をお楽しみください。どうですか、感度。痛いとかくすぐったい、いろんな感度の種類あるじゃないですか。はい、感度ってやっぱすごいんですか。なんかよく聞くのが、女性と男性ってなんか感度の差が7倍あるらしいんですよ。男性が女性より7倍低いみたいな。あ、低いんですね。らしいですよ。なんか都市伝説か分かんないですけども、どうですか、なんかすごい、すごいですか、やっぱり女性の感度って。分かんないんで。あ、なるほど。生物学上女になったことないから、男出身なんで、見た目とか手術とかで体は改造しようが、多分そうですよね。ですよね。なので7倍みたいなことは分かんないんですよ。男性の感覚は私知ってますよ。ああ、なるほど。どうですか。感度ってことは触れるとってことですよね。そう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 。痛いですか。痛いってことはないんじゃないですかね。じわっとっていうか、じわじわみたいな感じ。じわじわ。でも私なんとなく分かります、それ。本当ですか。元々私男子だったじゃないですか。男性ってお腹の中にいる時は女性だったらしいんですよ。お腹の中にいる赤ちゃんっていうのはお母さんからのホルモンシャワーみたいなの見て、男のホルモンシャワー浴びたら男になる、女のホルモンシャワー浴びたら女になるみたいな。土台が元々全員女だったらしいんですよ。あ、そうなんですね。浴びるか浴びないか。女性のモンブランちゃんってあるじゃないですか。おーおー、はい、ごめんなさい、例えが難しくて。一応規制に引っかかないように健全チャンネルなんで。モンブランちゃんの進化系が男性の亀頭ちゃんなんですよ。例え方がもう。で、私はここで笑うから、お前下ネタなんだろうって言われるかもしれないですね。下ネタのつもりは私一切話してないですけどね。あ、本当ですか。性教育だと思ってるんで。その亀頭ちゃん、私はもともと持ったじゃないですか。所持してたわけですよ。なんとなくその亀頭ちゃんがどんな感覚を持ってるかっていうのは分かるんですよ。あー、なるほど。少しヒリヒリするみたいな。分かります。ヒリヒリする。違いますかね。ヒリヒリする。やばい、全く説明ができない。じわじわで痺れていくような感じ。ああ、それか。はい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 。本当ですか。女性もそうですか。痺れていくっていうか染まっていくみたいな感じですか。あ、なるほどなるほどなるほど。染まっていってだんだんこうって感じですか。はい、それはちょっと同じかもしれない。ちょっと男性と女性の感度の差が7倍っていうのは単なる都市伝説ですかね。わかんないですよ、この説のルーツがどっかかわかんないですけども、よくあのセクシービデオとかあるじゃないですか。営みされているセクシービデオ、女性ってすごい大声出すじゃないですか。でもあれって演技なんですよね。わかんない、演技じゃなかったらごめんなさいですけど、セクシー女優さんの知り合いだから、いや、あれ演技だよって私言われたんで、そうなんだって。だからあれを信じた人が7倍あるんじゃないのみたいな。男の人の声よりも7倍くらいの声量出てるからみたいな。じゃあもう本当にもうやばいみたいな、声がもうやばいみたいな感じですか。え、でも声出るってことはないんじゃないですか。そう考えると男性と女性の感度ってのは別にそんな差はないってことですかね。じわじわ染まっていくっていう感じってことですよね。じゃあ元男の子の場合、私は女性器の穴あるじゃないですか。すぐ横に前立腺っていうのがあるんですよ。あー、聞いたことあります。前立腺って男性にしかないんですよ。それがまだ私は残ってるんですよ。まだっていうか、あえて残されてるんですよ。もともと男性の人は手術しても前立腺があえて残されてるんですよ。あ、そうなんですね。はい。その穴に刺激が加わると、前立腺が圧迫されて、性的な
感度っていうので認識して、あ、ちょっとじゃあ勘違いじゃないけど、勘違いかもしれない、圧迫されて感度が、みたいな。男性時代に知っていた感度とはもう全然別物なんですよ。男性時代がマックス10感度あるとしたら、今私の場合は6ぐらい、逆にない。でも病院の先生が言うには、青木さん、この手術した人工の女性器は女性と同じような感度がありますかって言われて、でも周りの元男の子さんたちの知り合いに聞くと、本当に生まれ変わったぐらい全然男性時代とは違う感覚だよって言われて、もしかしたら私だけ手術失敗されてるかもしれない。失敗とかあるんですか。まあでも感度の感じはそういうことで、そしたら感度の差は本当の女性器と私の元男の子の女性器はだいぶ違うっていうことかもしれないですね。羨ましい。でも私本当ずっと羨ましいんですよ、女性が。いやだって買わないじゃないですか。マジで交換じゃないですか。交換はちょっといいです。大丈夫ですか。じゃあ2つ目いきますよ、はい、穴の深さ。穴の深さってどうなってるんですかね。だって深さも何もなくないですか。え、だってつながってますよね全部。あ、子宮か。はい。そっか。よし、行き止まりだ。行き止まりとかですか。行き止まりです。確か私16-17センチぐらいの深さ。16-17センチ。女性の場合あれか、子宮まで穴が続いてるから別に深さとか関係ないのか。多分、はい。そっか、それは私たちだけの話か。どうなってるんですか、行き止まりって。行き止まりですよ、壁になってます。なので例えばですよ、営みとか、はい、そういった場合ってちゃんと掃除しないとダメですよ。掃除？掃除。掃除とかしたことないですか。掃除ってないですか。掃除？掃除しないですか。わかんないです。やばい、これが違いなのか。え、じゃあ待って、私がおかしいのかもしれない。ちょっと待って、掃除？掃除しないですか、穴の中。掃除。シャワーのノズルを下につけて掃除しないですか。中の洗浄、洗浄ありますよね。洗うっていうことですか。そうです、そうです。中の穴まで。中の穴まで。あれおかしいのかな、私がなんか変なやつじゃん。待って私がおかしいのかもしれない。分かんない分かんない、これ正解が分かんないです。普通の人洗うんですか。ちょっと分かんないですけど。分かんない。でもそういうことですよね。だって比較ですから、これで合ってるかもしれないですね。違いじゃないですか。私は深さっていう概念もあるし、洗うっていう概念もあるんですよ。初耳ですね。女性の方だと浄化作用が働くみたいなのよく聞きますもん。殺菌みたいな、そういうのがもう分泌されてるから。ああ、なるほど。生理現象というか、生理現象的なものなんで。そういうことですよね。そこまで人工的にやらないと洗うっていう。だって行ったのに決まりなんで。いくらでしたっけ。100万ちょっとですね。これが違いか。生理の時って、はい、女性ってやっぱあれですか、掃除とかするんじゃないですか。掃除はしないと思いますね。出てくるもんなんで、自然に。そうなんですか。はい。そういう話とか全然しないんですよ、私。生理っていうのはどっから出てくるんですか。どっから出てくるんですか。あ、でも子宮じゃないですかね。子宮からその穴を通って出てくるんですか。はい。おしっこするとことは違うんですか。あ、違います違います。え、すごい、聞けて嬉しいです。わかんないですよ、そんなところが。ただナッキン私もつけたことあるんですよ。手術終わった後の穴を作った直後だから、はい、いわゆる穴の傷みたいなもんなんで出血するんですよ。だから一時期ナッキンつけてました。あれが生理かみたいな。そして3つ目の比較なんですけども、絶頂。どういうトピックですか。他の質問なんで。あ、なるほど、はい、この絶頂に関しては、あの元男の子さんから。ああ、そうですね。なんか将来性転換をしたくて本当に女性と同じようになれるのかが不安ですっていう。ああ、なるほど。絶頂ってやっぱりあるんですか。よく聞くじゃないですか、女性のことでも絶頂がないみたいな。あるんですか。私はありますね。あ、なんですか。ありますね。なんか野獣先輩みたいな、やめてください、これ。ありますね。散々さっきこういう動画私撮ったことないから大丈夫かなって心配してた人がふざけ始めてるじゃないですか。だって恥ずかしいことでも何でもないですからね、こう人間の欲求ですから。まあね、よく言われるんですよ、そのカナンちゃんってその性転換トークとかしてなんか下ネタばっか話して恥ずかしくないのみたいに言われるんですけども、一切下ネタじゃないですよ。確かに。だって変わったことの経験談だから、すごい心外なことが起きまして、渋谷のスクランブル交差点歩いてたら、すれ違い際に男子高校生から、あ、女性 YouTuber だって言われて。どういう系 YouTuber です。あれですよ。はい、絶頂ですよ、絶頂。どうですか。まあ女性でも多分ある方とない方といると思うんですけど、はい、気になったのが、まあ弟は私は男性出身だから、男性の絶頂っていうのは絶頂を終えたら現者帰るみたいな、何もやる気起きないみたいな。私みたいなその男性から女性な感じに変わった人の絶頂だと、私のケースではなんか緩い感じみたいな、なんかフラフラしてる感じ、よくわからないみたいな、なんか本格的なその絶頂っていうのは私はわか
かんない、女性になってから。でも周りの元男の子さんたちは全然絶頂あるよ。そうなんですね。でその度にカノンちゃん手術失敗したんじゃないマキアナさんからもご心配の LINE をいただきまして、男性の時はもちろんこうです、私も分かるんで、経験あるんで、はい、で何もやる気起きませんみたいな、もうすぐ2ラウンド目いけませんって感じなんですけども、多分これも人によるのかもしれないんですけど、はい、私はあんまりその先も長く息は続かないかなみたいな。息が続かないっていうことはラウンド1でもういいやみたいな感じですか。なんか眠くなってきちゃうみたいな感じですか。え、それ男性と一緒じゃないですか。あ、本当ですか。男性だってあれじゃないですか、賢者タイムで寝ちゃう人いますので、なんかラブコメ漫画みたいな感じで、なんか彼氏がひどいみたいな感じで、よく、ね、営み終わった瞬間に速攻寝る彼氏の愚痴。え、寝ちゃうんですか。私もどちらかというと寝ちゃう派かもですね。ということは2ラウンド目は無理。行こうと思えば行けるのかもしれないですけど、そんなに進んでっていう感じでもないかもですね。結構男性だと2ラウンド目に突入って時になんか痛いみたいになるらしいんですよ。1回目の絶頂の後にすぐに2ラウンド目行けないんですよ、男性って。痛い、くすぐったいみたいな。確かに結構体力使うっていうか、出すもの出してるからかね、すぐ触らないでみたい なんか痛いらしいんですよ、男性の場合は。それは私経験済みだと分かるんですけど、普通にしようと思えばできるけど、別にその男性みたいに痛いとかなんないですか。痛いとかはないかもですね。そうなんだ、男性は痛いですよ。その絶頂はどんな感じですか。どういう感覚なんですか。さっきの染まっていくの延長で突き抜ける感じですか。あー、まあでもそうかもですね。7倍ですか。7倍か分かんないですけど、よくだって断末魔の叫びみたいな感じで、セクシー女優さんがわーってなるじゃないですか。あれ何本当なのみたいな。いや、声は演技で気しますけど、そうはなんないですか。作業みたいな感じで。作業やっぱりみたいな。まあ、人にもよりますよね。そういうムード重視する人なのか、もう作業でできちゃうみたいな人なのかとか、例えばあれですよ、自慰行為みたいな感じの時に、ケロちゃんの場合だったらなんかもう作業って感じですか。いろいろ聞いちゃってあれですけど、まあ、でも私はどちらかというと作業でいける派かもしれない。マジですか。7倍じゃないですよね。いや、なんか私嫌なんですよ、7倍っていうのが。だってもともと私男性だから、なんかすごい差をつけられてる感じで、やっぱ私女に慣れてないんだって。なんでじゃないですか。7倍はないっていうことですかね。7倍はちょっと盛りすぎかなっていう。だって7倍だったら作業じゃないですよ。暴れ狂うってことですよ。暴れ狂いはしないですね。じゃあもう本当に突き抜けるって感じなんですね。突き抜けるって感じだけど、別に無言で大丈夫みたいな。それはすごいいいこと聞いた。ちょっと安心しました。あ、本当ですか。やっぱ人間あれですね、結構同じですね。人間みんな家族ですね。あ、そう、私のその絶頂のこと言ってなかったけど、はい、確かにこうですけども、うん、あれもしかしてみたいな感じはあるんですけども、そのもしかしての感覚が男性時代に味わった感覚ちょっと似てます。男性的なそのこうなる瞬間の6割ぐらいで終わってしまうって感じですね。だからなんか、あ、中途半端だなみたいな感じなんですよ。中途半端で終わってしまうからやる気も起きない。あ、感じです。じゃあそんなに性欲とかも湧かない。性欲はもう物理的に湧かないんですよ。それは理由がありまして、前動画でも出したんですけど、お金玉を取る手術を私したんですよ。でお金玉から男性ホルモン出てるんで、そっから性欲が湧いてくるわけですよ。それがないので、よく動物でいうと去勢手術とかあるじゃないですか。去勢したワンワンとかね、ヤンヤンとかっておとなしくなるじゃないですか。それと同じです。去勢された動物です。おとなしくなっちゃったと。おとなしくなっちゃった。昔はあれですよ、普通に性欲あったんで、男の子時代ではありますけども、自分を女性だと想像して G 行為みたいなのはありました。自分を女性だと仮定したんですか。はい、男性時代の写真ありますけども、この状態で私は女なんだみたいな。え、そういう想像の仕方だったんですか。あの頃を知ってるから、まあ、感動的な部分で言うと、あ、全然ないなみたいな、なくなったらつまんなくなったなみたいなのはありますね。つまんなくなったなっていうよりかは、もうそもそも性欲が湧かなくなってしまったみたいな。あれですよ、別に私は女ぶってるわけじゃないです。湧きたいけど物理的に湧けない感じです。じゃあ結論は7倍の都市伝説は嘘だったっていうことで、そこかいじゃなくて、意外と共通点はあるんだなって。元男の子に限らず、今聞く話によると、まあ私の男性だった頃の感覚とイメージしやすかったんで、もしかしたらあんま変わらないかもしれないですね。そっか、ケロちゃんはね、わかんないですね。わかんないですね。ちょっと人によるかもしれないので、でも私思ったのが、結論出すってめちゃめちゃ難しくないですか。だってお互いどっちの性別も体験したことないんで、めっちゃ難しいですよね。確かに結論出すの難しいけど、でもやんわりイメージ的にはそんなに大きく変わらないかもしれないっていう感じなんじゃないですかね。ちょっとそれぞれですが、答えですかね。確かにでした。ということで今回ですね、ケロケロマスミさんとちょっと踏み込んだ内容を話していったんですけども、いかがだったでしょうか。少しでも楽しんでいただけた方はグッドボタン、チャンネル登録、評価
願いします。あとですね、今回クロちゃんともコラボ動画公開してますので、そちらも画面の下にあります。ぜひご視聴ください。 Twitter、Instagram、LINE 公式アカウントもありますので、そちらもフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。